大雨の時から約1ヶ月、前回は割と早い段階のアフター攻略だったが、今回は回復からアーリーサマーにかけての段階を攻略していきます。やってきたのは一級河川につながるクリーク。ご覧の通り川幅が狭く水深も浅め、水質はステインクリアで魚影もちらほら確認できる。ただ地元でもかなり有名なポイントで、ここの魚は常にプレッシャーにさらされている超スレバスゾロイとのこと。ここではいかに食わせるかが攻略の鍵となりそうだ。モーニングって感じで朝一発トップで、プロトの羽物、まあプロトだとかどうだとかいいとして、朝はトップ、特にお気に入りの羽物からスタート。これ今流れてるでしょ。これね、流れてるところっていうのは、羽物はねちょっと糸張っとくだけでずっと一箇所でカッチョン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 ってできるから、朝思いのほか水面に感度が高くなくても必要以上にゆっくり強く通せるからバスが怒って出てくる。前回から季節も進み、今回は本格的なアフター回復の攻略ということで、引き続きプロトのビッグクローラーベイトホナケンをキャストしていく。一発モーニングバイト取れればいいな。確かに朝一にホナケンのようなルアーで水面を割ることができればこんな楽しいことはないのだが、先ほども言った通り、ここのバスは常に高いプレッシャーにさらされている難攻不落の超スレバス揃い。バイトに持ち込むのは極めて難しく、釣り人の食わせのスキルが問われるフィールドだ。やはりそう簡単にはいかない。朝の良い時間帯を逃さないためにもテンポよく探っていきたい。ということでポイントをやや下流側に移動する。ルアーは引き続き開発中のビッグクローラーベイトホナケン。このようにスレバス相手のタフな状況だからといってすぐにフィネスな展開に移行しないところもいかにもカナモらしいが、果たして。ところで今日は朝から風が吹いているが、一体どんな一日になるのだろうか。朝からこんな風吹くって台風みたいですね。よし出た羽物。そんな大きくはないけど、よしよいしょ、し出た出た出た、朝一本ね。え、風強いね、台風みたいだね、なんて世間話してたらカチャ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 ドボン。気持ちいい。よし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 、トップで出たね。よし、ちょっと足場がコンクリートじゃかわいそうだから、ちょっとあっちのね、草があるとこまでバス持ってってあげよう。よしね、羽物の一本。うん、まだ40センチは全然超えてるからね、いいバスかー。だけどもうちょっとねアグレッシブにドーンと水面を割ってくるかなと思ったけど、そんな甘くないね。まあまあまあ、ここも人のね常に出入りのある有名なクリーク。まあそんな中で、まあ朝マジックと羽物マジックね、そのダブルな感じの一本だったね。まあまあ、とりあえず今日のスタートとしてはナイスな一本。やってきたのは有名河川の下流域にある水門。下流域という比較的流れの弱いエリアの中にありながら、強いカレントを生む水門は安定したベイトの供給源であり、アフター回復のバスには最適な場所でもある。ただ
あまりにも分かりやすい一級ポイントであるため、プレッシャーは極めて高く、攻略にはしっかりとした戦略が必要だ。ルアーは強い流れの中でも安定した動きと高いアピール力を誇るホナケ。まずは流れのやや沖側にキャスト。そこから水門に向かって強い流れの中を遡るように引いてくる。そしてある程度引いてきたら、今度は流れの中に一定時間とどめる。ホナケンの良さの一つは、このように流れの中にとどめているだけでも安定した動きで広範囲にアピールできるところだ。今にも水中からアフター回復バスが飛び出してきそうな良い雰囲気だが、ウィードを拾ってしまったので一旦回収します。実はこのホナケン、プロトということもあり、ロケに持ってこられたのはこの一つだけ。ウィードを外すのにもどことなくカナモの優しさと思いやりが感じられる。今度は水門からの流れのほぼ真ん中に落としていき、その場で泳がせる。よし、食った。よし、でかい流れの中。よし、よし、行っちゃおう。よっしゃ、でかい。よし、ふう、流れの中の跳ね物、ドーン。よし、うう、50いってる。うう、見てこれ、フロントがっつり本気食いの証ね。えちょっと怖いから外そうか。魚暴れようとしてるな。半端なく不定、張り傷もなしね。えうう、来た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 。よし、ブリブリアフター回復ね。え流れの中に刺してた。おー、でかいぜこれ。来た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 。ねえ、トップでドン。くー、気持ちいい。一番楽しい釣りね。えそれでいてただの遊びじゃない。本気でこういう風に魚をドンと出してこれる、ストロングな釣りだね。かー、たまんない。ねえ、綺麗な魚体。これぞ本当にアフター回復って感じのね。まあいいバイトだったし、魚体も最高。背中も太い、腹も太いね。餌も食ってるし、ふう、言うことない。完璧なねえプロポーション。くわー、かっこいい。ブラックバスって感じ。よしよし、じゃあ逃がしてやろう。よしよし、うぅ、でけぇ。よし、いいバスだった。うぅ、かぁ、こういうのだよね、こういうの。釣って嬉しい魚の形、サイズ、クオリティっていうのもあるし、嬉しい釣り方っていうのもあるよね。今のは言うことなし。釣れ方最高、下からドーンって突き上げてきたしね。さらにコンディション良好、さらにでかいね。しかもめちゃめちゃ引いた。言うことないね。3拍子通り越えて4拍子。よっしゃ。ちょっと今はしゃぎすぎちゃって、ハウトゥー全く入れてなかったから、ここでね、一つハウトゥー。まず季節的にね、こういったもうどんどん夏に近づいていく季節ね、アフターも回復、ベイトもどんどん流れを、ね、好んで上がっていくと、遡上していくと、遡上していく魚の種類としては比較的、ね、カナモスタイルの3でも解説したように細身の魚、ね、
オイカワであったりアユであったり、あの手のまあ細身の動きの速い魚っていうのは流れに対してどんどん上がっていく。でそのやっぱり餌がね、ベイトが遡上していくに伴ってバスももちろん遡上していく。で例えばここのような河川があっていくつか水門は必ずあるはずなんだよね。でその中でもベイトバスがやっぱり集中的に集まる場所ってどこってなると、最も活発に動いている水門もしくは流入の河川、まあ、そういう流れに対してどんどん入っていく。だからここなんかもまさにそうだよね。もうすごく水量が多い。ただこれだけ小場所、そして普段からアングラーの多い河川となるとやっぱ常に叩かれていると。でそういった場所をどう攻めるか、まあ、さっき攻めたようにこの手の羽物を投げてやると、常にこういうふうに流れに一回乗せてやると同じ場所でずっと動き続けると。ね、ずっとラインテンション張っといてやればカチャコチョ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 と、ね、常に一点で強いアクション、そしてうるさい音を出して停滞することが可能だ。これって結構他のルアーにはまずできない芸当なんだよね。となると魚はこの周りに常にいると、もしくは沖から入ってくる可能性がある。そうした時に浮いているルアー、これがまず一つの魅力だよね。ルアーが浮いているということは魚は必ず直視はできない、ね、浮いているから見上げることしかできない。そしてこのルアーは常に安定的にカチャコチョ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 とランダムに音とアクションを発生させながらこう動いていると。となると魚としては一瞬スッと通り過ぎたとしてもまだ同じところにいると。で特にここはどっちかというと餌を食いに来る場所、バスが身を潜めてじーっと耐え忍ぶ場所ではないよね。確実にここで餌を取る。となるとここは俺の餌場だと。特にさっきのような大きなサイズになればなるほどやっぱりテリトリー意識はものすごく強い。そういったスポットに対して必要以上に十数秒、時には1分2分、それぐらい長い時間ああいった流れの中にずっとルアーを乗せて動かし続けることによって威嚇のバイトを取れる、ね、すぐ得られるバイトっていうのは捕食の可能性も極めて高い、ね、枯渇性な魚がそのルアーをいち早く見つけてドーンと食いに来る。だけど今のケースっていうのはしつこく通さなきゃいけないなということで、この流れがね効いて浅い浅い浅いで、ちょうどここが深み、ね、ブレイクラインになってるんだけど、この深みのところにルアーを定位させて、でちょっとずつしつこくカチャコチョ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 と持ってくるからこその威嚇でドーンとバイトを取ることができる。このルアー羽物じゃないと引き出せない魚っていうのはもうまさに今の魚だったよね。でいわゆるアピールが強いで、さらになかなかないんだけどこれだけ大きなシルエットね、それこそ拳よりも大きな、こういった大型の羽物でしつこくアクションし続けることによって得られる威嚇のバイト、これはねなかなかやってる人も少ないし、それを理解して継続してやり続けれるアングラーも少ない。だからこれは当分ね早い者勝ち、やったらやった人からどんどん釣れるようになる。だからこの釣りはねぜひこういった夏型、魚が回復してどんどん流れに入ってくるこういった場所で、まあぜひね今のようなテクニックっていうのを駆使してもらえれば、ああいった普段じゃなかなか人に釣られることのないね、張り傷のない、それこそクオリティの高い賢いバスが怒りにね、自分の本能に身を任せてドーンと食ってくるっていうことがあるんでね、まあぜひ、まあ、この手の羽物っていうのはみんなも試してみて。本日3カ所目やってきたのは有名河川の支流、水深は浅く流れもしっかり効いている。今の時期遡上型のベイトはこうした流れの効いた場所を通っていくので、回復して体力のあるバスがいれば入ってくる可能性は十分ある。もちろん流れを好むバスもいれば好まないバスもいるので、それぞれの着き場を見極めることが大変重要だ。ルアーはホナケン、若干水が白く濁っているのが気になるが、果たして可能性がありそう。これで水が良くてね、ちゃんとカレントが効いてれば魚は絶対に入ってくるだろうけど、ちょっとこのなんか白濁りがなんか嫌な感じだよね。
バスとかベイトが嫌ってて、ここに魚の存在数っていうか、いつもよりも絶対数が下がっていれば釣れる可能性は極めて薄いし、ちょっと微妙だねこの水。とりあえずね、羽もんで、巨大な羽物でこの流れの中を一通りチェックして、強い流れをものともせず安定した動きで泳いでくるホナケンと、ここでちょっとした流れのヨレを見つけたカナもホナケンを巻くのをやめてヨレの中に留める。よし、食った、いたぜ、やっぱヨレんとこにいた。うわー、引く、半端ね、でかい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 、抜いちゃう抜いちゃう、抜けるかこれ。うわ、ダメだ、高すぎる。ネット全然距離足りねえこれ。ダメだな。あ、やばい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 。来い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 。よし。一か八か。よっしゃー。よーし。よし。やっぱパワーあるトップウォーターは違うね。水がね、結構しらっちゃけてて。どうかななんて思ってたけど、いた。しつこくあのウィードっていうか、なんかストラクチャーがある横を通してたら怒って出てきた。よし、いい魚ね、出た、クローラーベイトね、巨大クローラーベイト、やっぱり反応いいね。やっぱりこういうね、朝の水門もそうだけど、やっぱカレントが効いてるところ、そこにずっと留めて、カチャ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 、完璧、最高に気持ちよかった。ただ足は高かったから、結構抜き上げもヒヤヒヤもんだったけどね。まあそれでもまたこれでもいってるぐらい、多分パチか50みたいな。まあでもやっぱ流れの中いたからすげえコンディションいいね。もう本当にちょっとね、尾びれが若干切れてるけど、それでもね、この口からぐわーっとこうね、凛々しい感じ、すごい、うん、いいバス、ふう、完璧じゃないね。よし、出たでしょ。で、今のもそうなんだけど、こう投げてね、こうカチャコチョカチャコチョゆっくりゆっくり持ってきて、でちょうどね、ここルアーのこの真下が何かこうストラクチャー的なものがある、ちょうどヨレになってるところなんで、だからあんまルアー動かないよね。これ前に持ってくるとガバガバ動くでしょ。っていうことはあそこはヨレだったんだよね。で、あそこの例えばヨレで、今これ偏光越しに見ないと分かんないんだけど、ビニールみたいなものがこうまるでこうウィードがこう流されてるっていうかね、なんていうの、どう言えばいいかな、まあ、のれん的になってるっていうか、こう流れちゃってるんだよね。こうこうまっすぐ流れがこう上から来るのに対してまっすぐあるんじゃなくて、こうクターっとなっちゃってるとね、こういう状態になって、でバスはその多分こうなってる下にいるね。で、わ、いい俺だなと思ってずっとキープしてたと。で、これが例えばもうサーフェイスのルアーじゃなければ、確実にあそこをしつこく攻めようとしたらスタックする、うねうねこうやって動いてるね、まるでウィードのようにこう揺らめいてるビニールに絶対ルアーがスタックしてしまうね。そうなるといいポイントも一発で潰れちゃう。だからこういったところなんかは本当にこういうね、サーフェイスで水面、根掛かりがないこの水面でこういう風にポチョンと落として水面でずっとキープできる。で、持ってきたいところまでゆっくりガチャ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 言わせながら持っていって、で一番いいところでしつこくとどめるとね、カチャ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 って、さらにボディはでかいからね、こんぐらいの変な濁りが入ってても魚にはしっかり見えると。で、しつこくしつこく攻めるから魚が頭に来てドーンと下から食い上げてくるね。だからまさにこの巨大クローラーベイトじゃないと攻略しえなかったって言っても過言じゃないようなね、スポットだった。よしよし、じゃあこっからは順に下りながら、まあ下るためにね、
わざわざこうデニムに履き替えたから、ちょっとねヤブがすごいから草かき分けながらいいスポット入ってって、まあ見える場所はねスピニングでサイトで撮りながらちょっとこの後狙ってってみよう。ということで流れの緩やかになっている下流方向へ移動していきます。まあまあでかいんですよ。移動してきてすぐに上流方向へゆっくりと泳いでいくバスを発見。早速今開発中のサイト専用アームをキャスト。サイズもまあまあ大きい。小刻みにシェイクして丁寧に誘う。あ、もう一匹出てきた。わあ、くそ。わあ、もう手が出た。残念。まあまあ良いサイズだったのだが、惜しくもフッキングまで持ち込むことはできなかった。ただバスが食ってきたのは確かで、しかも張りがかりしたわけではないので、まだ可能性は十分にある。引き続き開発中のサイト専用アームをキャストしていく。今度はどうだ。スムーズじゃないね、このランニングは。よし、さあカバーに入っちゃってるよな。よいしょ。取れた。しんど。まあでも強いスピニングで終わったね。えカバーフィニッシュじゃなかったらこれ完全曲がれしたら全然取れなかったけど、あでもちょっともたついたねこれね。よし、あでもでけえ。よし、でかい。ほら余裕の50アップねえ。くーでもね、こいつ、残念なことに外掛かり。ね。これ、ここだもんね。で、すごい回想なんだけど、こっちの目も、あぶね、こっちの目も、ね、ちょっと両目、潰れちゃってるバス。だから食うのが目で見て食ってるっていうよりも、なんとなくその側線とかで感じて、はっっていう感じだったんだろうね。だからまあ、ちょっとかかり方が外っていうのは残念だけど、まあそれでもねサイトで見えたバスに対してアプローチしていって反応させた。ふぅ、まあ50
どんぐらいあるかな、優に52、3ぐらいあるね、真っ黒な。まあこれで目がつぶれてなかったら本当クオリティって言えるんだけど、それでも目つぶれててもさ、すげえ釣られてないね。だから餌とかルアーとかそれなりには見分けてね、修羅場をくぐり抜けてるでっかいバス。ふう、いやー絶対ダメだと思ったけどね、パワースピニングサイト専用のね、開発中のロッド、いやーよかったよかった。ちょっと無理が効いたから、これノーマルのね、柔らかいだけのスピニングだと確実に、うわーすげえ元気ね、カバーに巻かれて終わってたけど、うん、まあまあラッキーな5ジャップ。あーでかいな。よし、ウィーサンキュー。よし、ふぅ、はぁ、ファイトがもっと美しくやりたかったね。かぁ、そこだけが不本意。まあやっぱりこう口の中じゃなくてややこうね、横がかりな感じになってたっていうのと、まあこの茨にねラインがかかってね、ギュギュギュってなってて、さらにこのカバーの中、この中に突っ込んでね、変な状態だったけど、とりあえず危ねえ、あ落ちた、ね、ここでクイクイって外してグッとこっから出したのはね、やっぱりパワーのあるスピニング、これ使ってたのが本当によかったわ。はあ、まあ特にねこういった景色でね、足場が高いこうジャングル系のところでフィッとこうサイトをやったりね、もしくはブラインドで打ち込むにしても、やっぱこれぐらいのパワーのあるスピニングで、ただパワーがあって硬いだけじゃなくて、やっぱりね穂先がすごく繊細な、ね、細かいアクションもつけれるし軽いものも投げれる、それでいてものすごくねバットが強い、だからこういったところでも魚とラフファイトでも大丈夫っていうようなね、まあ、こういうタックルっていうのはやっぱグラディエーターに限らず自分がこれだなと思えるものをやっぱり一本用意しておくっていうのは大事だろうね。でもっと保険をかけるんだったらこれがねフロローじゃなくて、まあ、P とかそういうセッティングが組めてればなおのこと心強いね。ああいったラフファイトになっても全然ラインブレイクね、することなく魚を取り込めるから。はあ、よし、さあここはねサーフェイスで一発ドーンと出たし、まあサイトで一発でかいのも出たし、つうことで違う場所行ってね、またちょっと違う可能性を試してみよう。時刻は早くも昼過ぎ、やってきたのは有名河川の上流部にある水門。上流域ということもあり全体的にカレントが効いているが、やはり狙いはそれ以上に強い流れを生んでいるこの水門。ベイトも存在し鉄板の超一級ポイントだが、その分常にプレッシャーも受けており、結果を出すには工夫が必要だ。ここでのカナモの選択はビッグクローラーベイト、ホナケン。まずは左斜め前方の沖側へキャスト、そこからゆっくりと水門に向かって流れを斜めに横切るように引いてくる。巻き始めと同時にスムーズに動き出すホナケン、2枚の羽が文字通り大きくクロールする。左右のバランスもよく、一定のリズムでカチャコチョと大きな音と波紋を立てながら進む。最初は流れの緩やかなところから、そしてだんだん流れのきつい水門に近づいてくるが、動作が不安定になる様子は見られない。まさに圧倒的なアピール力と抜群の安定感を誇る期待のビッグクローラーベイトと言えそうだ。ここでふと思うところがあったのか、カナモは立ち位置を変えようとする。ちょっと俺逆側回り込みますということで水門の反対側へ移動する。ここで水門からの流れを改めてよく見てみよう。水流が沖に向かって勢いよく流れていくが、若干反対側の方が流れに勢いがあるように見える。さらに水門の角には大きなヨレ、
このヨレがポイントになりそうだ。先ほどと同じくまずは沖側へキャスト。今度は水門に向かってまっすぐに引いてくる。そしてもうすぐポイントのヨレに差し掛かる。よし、食った。よし、よし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 、出てきた出てきた。よし、がっついかかってる。よし、流れの強い側にいたね。よし、そこ草だから抜き上げちゃおうか。うりゃ、よし、グッドコンディション。ふう、か、気持ちいいね、やっぱ。よし、ふう、ゴンブト。やっべ、やっぱこの手のルアーに出る魚のクオリティは違うね。ねえ、それこそ張り傷なし、めちゃめちゃ太い。これ見て、この太鼓、そしてこの横幅、半端ないよね。うー、綺麗な魚体だよ。ねえ、それこそ重さにしたらどんぐらいだろう、1000、まあ2キロ弱、ねえ1000後半ぐらいのウエイトがある。それぐらい肉の詰まったね、普段しっかり泳いでしっかり餌食って、でまずミスチョイスはしないよって、偽物はまず食わないっていうような、賢いバスですら威嚇には耐えられないね。感情にやっぱりどうしても突き動かされて怒って水面にドーンと出る。くー、たまんねえ。水門の両サイド、より流れのきつい側にできていたヨレで食わせた見事な一匹。まさにカナモの洞察力とホナケンのコンビが生み出した完璧な一発でした。文句なしのプロポーションだよね。かっこいいバスだった。まあでも本当にね、そのルアーでしか釣れない魚ね、それって本当にあるから、まさしく今日はそういう流れだね。本当に威嚇の釣りドンピシャハマってる。しかもフロム流れの中、タレントはやっぱり羽物で怒らして出す、これ新しいスタイルかもね。よし、太いな。まあでも本当にね、こういったカレントが効いてる場所をああいった羽物でずっとカチャ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 ドボンっていうような釣りっていうのはね、なかなかみんなやってない釣りだとは思うんだよね。まあ、一部コアなアングラーになればそういった釣りをやってる人もいるかもしれないけども、まあ今日見てもらっての通り、この流れ、この釣果、しかも全てメジャーなフィールドで行ってのこの結果ね。まあこの手の釣り、まあ絶対みんなやりたくなると思うから、これはもうマジやった方がいいよ。午後、やってきたのは有名河川の支流。ご覧の通り水深は浅く水質はクリア。ここも普段から多くの釣り人が訪れる大人気ポイントで、プレッシャーは高めだ。足場が高くバスから見られやすいシチュエーションというのが少々厄介といったところか。シェードが少ないポイントだけに、本来朝と夕方が狙い目だが、とりあえずやってみよう。水がクリアなので、まずは慎重に頬を進め、魚を探すカナモ。とそこへ1台の車が通りかかり停車。車内から男性が気さくに話しかけてきた。バスピストン、はい、ここのな、ここにはバスはよくおるんやけど、ここの、ここの川のバスは釣れんのだ。本当ですか。よくおるんやけど、みんなこれくらい一個も釣れへんねん。ありがとうございます。
うわー、お父さんが話しかけてた時にいたのに。バサいっぱいいるけど釣れないって言ってましたね。釣れないと言われると余計に絶対釣ってやるぜという気持ちになるのが釣り人の心情だ。ハイプレッシャーフィールドの激スレバスにウィップクローラー 5.5 インチをキャストしていく。バスからもろ見えにならないよう絶妙な距離感を保ちながらウィップクローラーを操作。やる気のありそうなバスが現れないか周囲に目を凝らす。あ、来た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 。よし、食った。よし、いいサイズ。よし、でけ。なんだこいつ、止まんねえ。すげえ距離いってる。しかも流れ込み半端ねえな、これ。どうやら相手は相当なぐっさい。猛烈な勢いで泳いでいく。バラさないように慎重なファイトで対応するカナモ。流れがすごいな、これ。さらにバスもでかい。ウルトラライトでちょっとファイトするには結構厳しいね、ここ。通りかかりのお父さんが、この川はみんなよく釣りしてるけど釣ったの見たことないしみんな釣れないよって言った後の、ふう、サイトで仕留めたビッグサイズ。よしね、45センチの枠の網を大きく超えてきてる。楽勝で50超えてる。かあ、見てこのいい魚体ね、え、口周りも傷全くないし、さらにこのボテッとしたコンディション完全に回復ね。え、まあ本当に通りかかったお父さんがみんなやってっけど釣れないよなんて言ってたけど、いやいやいや、見事にね、開発中のストレートワームプラス新作のスピニングね、ウルトラライトのスナップバック、それでどうにかこの激流、激流ってことでもないけどカレントがねしっかり効いた中でも、まあちょっと時間かけてファイトしてね、大事に取り込んだ。うん、しかしかっこいいバスだな。うん、あ、これ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 、見て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 、口のとこ、口のとこ、こうなんか刺さってる。これ多分ね、これね、これは多分なんだろう、硬いな。エビかザリガニか、なんか甲殻類の手っていうか足っていうか、それだね、なんかそれ食ってる、手長かな。
まあストレートワームとね、マッチザベイトってわけじゃないけど、まあでもしっかり餌食ってるけど、そういうの食ってんだろうね。っていうことはやっぱこうシェードで、そういうエビとかね、あのベイトフィッシュとか、まあ多分こいつはエビ食ってたんだと思うけど、うん、それでもまあストレートワームっていうのはね、瞬時に何にでも切り替われるね、ベイトフィッシュっぽく見せることもできれば、エビっぽく見せることもできるし、まあそういう意味じゃね、脳進化バッキーよかった。くー、たまんねえ、今日はいけてるね俺。うん、まあでもこの後まだまだ釣ってっけどね。夕方やってきたのは、朝市に訪れたクリークの中流域。本当は朝と同じ上流域に入りたかったが、先行者が何人かいたので、空いている場所を探しているうちに、この初めての中流域までやってきたのだった。周囲に釣り人はいないが、逆に全くいないというのも、もしかしたら不人気なスポットなのではと不安を感じてしまう。それでもこの時間帯、目の前はいい感じにシェードに覆われている上、小さなクリークも交わり、複雑な形状をしているところが期待感を高めてくれる。残り物には服があるというし、早速ウィップクローラー 5.5 インチで様子を探っていく。そうでもないな、筋肉質すごい。よし、ふう、いいバスだね。うん、ブリブリ。よし、ふう、うん、まあ長さはどうだろう、40はギリあるかな、40ジャストって感じだけどね、いい魚だ。うん、まああの先行者の人がいて、やりたいとこやれなかったっていうのと、でその人たちのね前に、まあかち割ってまで入るっていうのはね、さすがにどうかなっていうので、ちょっとやったことない筋やってみようって言ってね、テク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 歩いてきて、まあ確信がね持てなかった中で、まあこの全体がシェードに覆われている、それでいてさらに小さなクリークが複合的にね絡んでいると、だから要素的には全体シェード、カレントもそれなりに効いてて、サイドから流入の小さなクリークが差し込んできてる、まあこういったところにバスがいなかったら、ちょっとバスの密度としては薄いなっていう判断がちょうどできる場所だったから、そこで釣れてよかった。で比較的ね確信がなかったから、ちょっと大味っていうかね、ちょっと大ぶりにワキをこうクイッ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 クイじゃなくて、ボン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 と大きくね動かしてやってたら、スッとついてきたこのバス、うん、でこうボンボンボンと大きく動かした時にスッときたから、あとはスっていう感じね。まあいいコンディションしているわ。うん、まあまあ納得の一本って言える感じかな。まあそれよりラッキーな嬉しい一匹って感じだ。初めての中流域でナイスな一匹をゲットしたカナモ、今度は少しだけ上流へ移動してきた。ルアーは引き続きウィップクローラーの 5.5 インチ。どうやらバスを見つけたようだ。ただつい先ほどまで複数の先行者がやっていた場所なので、
簡単ではないと思われるが、果たして。よし、食った。ちっちゃいのが食ったぞ。これはかわいい。よし。よいしょ、ちっちゃいね。これはかわいい。引き続きウィップクローラーをキャストしていくからも、今度はサイズを大幅にアップしていきたい。市街地にあるきれいに護岸されたクリークの中でも、こうした橋の下はごく限られた貴重なシェードを形成してくれる。アフター回復からアーリーサマー、サマーパターンへと移り変わるこの時期、シェードは外すことのできない鉄板ポイントなのだ。よし、食った。よしよしよし、いいサイズ。すげえな、止まんねえぞ。走りすぎだって。まあ、こういう時は竿を立てる。立てすぎてドラグの限界まで行っちゃうとラインが切れちゃうから、その辺をうまくやり取りして、竿を寝かしちゃうとね、魚自由に走っちゃうから。いやでもすごいなこいつ。すげえトルクフルだな。いいバスだ。よいしょ。さっきから全然伸びない。足足です。よし。うー。入った。よし。うー。よし。よし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 。はい。いいバス。すげえ走った。ねえ。まあ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 、まあ。ね、シェード、まあ夏といえばって感じだよね。まあこういった感じの、うん、いい魚体だな。ブリブリね、綺麗な40アップ45弱ってとこかな。ね、それにしてはすげえ走った。楽しかったね。ちょうどなんかストラクチャーがあるんだよね。よれてるところに入れて、でワッキーをピピッと動かしてやったらプッと反応してきた。比較的ちょっと食い気が立ってたのかな。まあ、そんな感じのいいバス。よし、あとね、こういうなんていうの、小場所、まあ、おかっぱりならではだよね。こういうクリークだったり、また流入河川であったり、インレットであったり、まあ、そういったとにかくこう浅くて狭い場所、まあイコールプレッシャーが過密度にかかってしまうとね。ここのクリークなんかでもそうだけども、今日何回も入りたかったけど何人も人がいて何回も断念した。まあ、やるもう日中ずっと打ち続けられているようなこういったフィールド、カレントがこうね、流れがある以上、必ず下から打っていく、これが大事ね。上流からワームを入れていくと、例えば上流から下流に向けてこういう風に投げるとね、スピニングのこのスプールをパッと起こしてラインをスッと張った時にもうラインが水を切っちゃう。ただプレッシャーがこういう風にね、過剰にかかっているところのバスっていうのは、このもうラインがスッと張った時点で見切る。だからこういったね、浅くて狭くてプレッシャーがかかっているような場所っていうのは、投げた後もね、こうやって投げた後もベールを起こしてスッと
ラインを巻き取っても流れですぐラインがたるむ。ただラインが水を切る確率っていうのは上流から下流に投げるよりも下流から上流に投げた方が少ない、ね、こういった気を一つ使うだけでも魚にプレッシャーを与えにくくなる。でよりワームがナチュラルにドリフトしていくと、ね、だこういった工夫っていうのは、特にね魚がシンプルに、ね、分かりやすい場所に集まるだけに人も集まる。ただそこでどう魚をうまく釣っていくかって言ったらこういうところね小技っていうか、考え方一つでチョークが結構分かれてくる。ということで引き続き橋の下を下流から上流に向かって打っていくカナも普段からプレッシャーにさらされていて今日も直前まで叩かれまくっていたポイントでもこのように丁寧に誘っていくことで釣果は飛躍的に伸ばせるようだ。確信を持った時のカナモはネバリストの本領を発揮する。もう一度橋の下、今度は右側の奥を狙ってみる。よし、食った。よし、これもいいサイズ。今度もグッサ、しかもよく走る。すごいな。やっぱこうカレントが効いてるところの魚はやっぱすげえ。シク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 。楽しいね。でもこんだけ引くと。よし、来い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 。うわ、うう。か。ブレイク。やっちまったなあ。ああ、ブレイク？違う、右でだ。針あるもん。ね、針はちゃんと残ってる。右でだ。ああ、ウルトラライトの竿だからね、右ではないかなっていうのもあって、ね、魚グイグイから結構こう竿を立ててね、力対力に持ち込んだんだけど、ああ、かかりが浅かったね。残念。惜しい。まあでもやっぱりね、下流から上流、まあ、このアプローチっていうのは本当にねすごく大事。そんなに連発するフィールドじゃないからね。だからこういう気配り目配り、さらに足配り、それがねきちんとできると、ああいう風にまあ食わせることはできる。くそー。バラしただけに悔しいからもう一匹釣ってから移動したいけど、夕方のいい時間帯迎えるからな。ここでちまちました釣りをするよりもストロングな釣りが少しでもできる可能性のあるところに行った方がいいな。よし、移動しましょう。ということで移動しようとするが、やばい、雨だ。しかも大雨。なんと夕立だろうか、急に雨が降ってきた。しかも大雨。局所的なゲリラ豪雨かと思い、急いでカメラにカバーをかけて下流側へ移動するが、そこでもあっという間に追いつかれ、結局ずぶ濡れに。ということでこの日はこれにて撤収です。